渡辺通り駅は福岡県福岡市中央区渡辺通り2丁目にある福岡市地下鉄七熊線の駅。渡辺通りという通りの名はかつてこの地に路面電車を走らせていた博多電気軌道の設立に貢献した人物に由来するものである。駅番号は N15。駅のシンボルマークは空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした。 西島伊が2001年に指揮をしたため、それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。モチーフはかつてこの地に、路面電車を走らせていたチンチン電車となっている。駅識別カラーは、陸 -2486 で、の景気と共通。天神南駅が管理し、日本通運福岡支店が、駅業務を受託する。 業務委託駅である、渡辺通りに位置する、島式ホーム一面二線を持つ、地下駅となっている。各階の面積は、地上218平方メートル、地下1階2885平方メートル、地下2階2339平方メートル。利用者の目に留まる箇所に用いられる、個性化壁には、シルバーアルマイと加工されたアルミパネルを使用している。 2019年度の1日平均乗車人員は3660人である。開業以降の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。渡辺通りの西側に1番出入り口、東側に2番出入り口がある。ありがとうございます。